ビルマ国国家、君が呼ばば町へ独立記念切て、ビルマ国は1943年8月1日から1945年3月27日にかけて日本占領時期のビルマに存在した国家。日本の支援を受けてイギリスの植民地支配から独立する形で誕生したが、日本の傀儡政権とする見方もある。百四十一年十二月十六日、 アウンさん率いるビルマ独立義勇軍が建軍され、日本軍と共にイギリス統治下のビルマへと進軍。翌1943年4月にはイギリス軍を駆逐して刑務所に収監されていたバーモーが解放された。日本軍は新政府の指導者となるよう、バーモーを説得し、彼を新しく設けた行政府の長官に就任させた。1943年8月1日早朝、 ビルマ方面軍司令官、河辺昭三は、バーモーラを前に、軍政志向撤廃を宣言。この後日本政府、軍の後押しによる、独立準備委員会は、建国議会の成立と独立を宣言。ビルマ国が誕生した。バーモーは、ネインガンドンはジパジに衰退され、法日時に授与された、訓位等局実大受賞を廃用して、就任を宣誓。 その後、閣僚15名と数密院議員17名を任命した。また即日、日本政府から承認を受け、同盟条約を締結するとともに、ラジオ放送を通じて米英に対し宣戦布告を行った。バーモーは、ビルマ国内に向けては、ネインガンドンはジパジを名乗っていたが、共和制を忌避する日本に配慮し、対外的には首相を名乗った。1943年11月には、 東京で開かれた大東亜会議に、バーモーが参加しているが、大東亜共同宣言には、ビルマ国内各総理大臣として署名している。しかし、1944年末までに、インパール作戦で大敗を喫するなど日本の敗色が濃くなったため、4月25日、南方軍ビルマ方面軍参謀副長、磯村武史良の示唆を受けた、参謀部情報班所属の浅井徳一が、 バーモを暗殺未遂事件を起こす。1945年3月27日、アウンさんは日本及びその指導下にあるビルマ国政府に対してクーデターを起こし、イギリス側に寝返った。1945年、連合国軍のビルマ脱回を目指す攻勢を受け、日本軍は同年5月にラングーンから撤退した。それにより、ビルマ国政府は日本に亡命し、 原種のバーモーも8月には太陽国経由で日本へ亡命した。そして同年8月に日本が連合国に降伏したことでビルマ国は事実上解体。先般容疑者とされたバーモーは同年12月に自らイギリス軍へ出頭した。現在、ミャンマー政府はミャンマー独立をビルマ連邦が成立した1948年としており、 ビルマ国との連続性を認めていない。また、ミャンマー国軍は1945年3月27日の対日一斉放棄を成立日とし、国軍記念日としている。一方で、ミャンマー政府は1981年4月、独立に貢献した南機関の鈴木刑事ら、急に本軍人7人に国家最高の栄誉、アウンサンタゴン軍賞を授与している。インドネシア等と異なり、 形式上は独立国であったため、日本語学校の設立など普及活動はなされたものの、日本語や日本文化は必修科目ではなかった。満州国では日本語が学校教育における教授言語とされたのに対し、ビルマ国では選択科目の一つにされたにすぎず、公用語ともされなかった。英語の非公用語化は順次進められ、英語の法令や公文書をビルマ語に置き換える作業が、 行われた。最初のビルマ国内閣は以下の通りである。ありがとうございます。